現を阻止するため、ダッキと手を結んだ討伐軍。しかしそれは、事情を知らない英雄たちから敵意を向けられかくして、討伐軍は長藩に集結した織田軍に行く手を阻まれる。そこには明智光秀、濃姫といった織田、このままでは無用の争いで人間の希望がついえてしまう。討伐軍の竹中半兵衛は織田軍に勝利して味方に引き入れるべく、孫策たちは半兵衛の求めに応じ、長藩に急行した。討伐軍にいる仲間のため、そして人間の希望のため、小覇王たちの未来から来たという半兵衛殿の言葉通り戦う。長え行軍の後だ。兵を休ませていいが、こりゃすぐに俺らみんな死んじまう未来があるってんなら死ぬもの言ってられねえが。半兵衛の仕業か。ダッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたけど、だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだんだ。ただここまで味方がやられちゃうとはね。正直ちょっと想定外だったかな。元北条から援軍を呼んでいたとは。さすがは竹中半兵衛。ですが、これも封鎖の位置です。面白いな、あなたたち。うわ、策が読まれたんだ。諸葛亮さんってとこかな。敵は北から流れ入る。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。お、なんか始めたみてえだな。よし、先に手を貸そうぜ。さすが、素晴らしい働きだ。君の活躍なく我らに勝利はないだろう。お前相変わらず冴えてるな。負けちゃいられねえ。俺も燃えてきたぜ。策はなったな。半兵衛殿、お見事。それじゃ俺もやってみるかな。さて俺らも行くか。素晴らしいご活躍ですね。あなたと一緒なら私頑張れます。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。さてこんなもので
けで鉄砲隊出なさい。さすが光秀殿、陣立てと傭兵が弾力のごとき美しさだ。今が好機ですね。撃って出ます。やっやっ、伏兵部隊今です。少々自殺な罠ではあります。先日施設だと諸葛亮、やはり奴は恐ろしい男だ。恐ろしいっていうより嫌味な野郎だな。どうにか鼻を明かしてやりてえもんだ。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。その調子で突っ走り、最後まで俺が見ててやるからよ。さすが素晴らしい働きだ。君の活躍なくば彼らに勝利はないだろう。あなたに協力するだろうと、あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。この時点で信長様に報告しなくては。負けちゃいられねえ。俺も燃えてきたぜ。うちの天下無双の舞どうですか。さすがの戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようだの。取り乱すな、想定の範囲内だ。やはり主が来てくれたのだな。我らの絆は断金のごとくだ。鮮やかな武だ。その絶えなる美はそれがしの心を掴んで離さぬ。くそ、もっと早く戻ってくれ。そしたら村を守れたのによ。この調子で突き進め。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。何故ダッキに組みするのか、その真意を測りましょう。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。なるほど、劉備殿と家康殿に報告する必要がありますね。よっしゃ、俺たちの勝ちだぜ。うん、無事敵を退けられたようだな。敵将言わしました。ほな勝利の舞回してもらいます。館様本当に生きてる。やめねえか小僧。しかし嫌な話だ。そんな事態に陥るわけにはいかない。私たちは半兵衛殿に協力。もう少し周りの状況が落ち着いたら親父も合流するはずだ。それまで踏ん張ろうぜ。これを君に。おう、遂げてくれたか。え、すげえ。おお、